在系の日本人田中あかねと、アニョンハセヨ、韓国から来たイ・ウンジです。イエーイ。今日はですね、私のとあるユニットシネマンガブラザーズという漫画あるあると映画あるあるを YouTube に載せてるユニットがあるんですけど、そのウィキプロフィールができたので、ウンジさんと見ていこうかなと思います。ウィキプロフィールできたの？はい。どうしてんの？そんなにもなんか結構有名人みたいなさ、はい、私芸人になって10年経ってもそういうプロフィール一度もできたことないの。早いね。早いですね。わがやましい。なんか登録者が5万人いったんですよね。最近ね、調子がいいですよね。シネマンガブラザーズさん、はい、ありがとうございます。じゃあ見ていきましょうか。うん。どんなことが書かれてるかしら。田中あかねのお笑い経歴は。はい、見ていきましょう。ちょっと読んでいきますね。NSC 在籍時代の2017年8月に同期の大久保誠也さんと田中さんがコンビとして桜マンションを結成します。あ、最初はコンビだったんだね。そうです、男女コンビ で同年12月には同期の加納正人さんが加わり、トリオとして活動を始めました。っていうかさ、はい、最初コンビ組んだの8月とか、はい、新しく加わったの12月って詳しすぎない？あ、私ツイッターに書いてました。え、じゃあこの人は2017年のところまで遡ってツイートを見たってことなの？そういうことですね。すごいな。4年前ですよ。4年前。4年前、2021年から4年前のツイートを。すごい。すごい。画像左側からがボケ担当の大久保さん、ツッコミ担当の加納さん、ボケ担当の田中さんとなっています、っていうところが違うんですよ、実は。え、うん、これはこの時だけ変えたんですよ、ツッコミとボケを。なので左が加納くんで、まあ、加納くんなんですけど、今マット松永っていう芸名なんですよ。それもまあ違うんですけど、なるほどね。マット松永が、左で、真ん中が大久保誠也です。ああ、はい、だからこの真ん中の大久保誠也と私は最初にコンビになったんですよ。ああ、で12月にこのマット松永が変わってトリオになったんです。だからこれはちょっと間違えてますね。よかったらね、訂正をお願いいたします。見てくれてるかもしれないからね、はい、しかし同年10月のライブをもって解散となりました。まあ、これもツイートしましたよ。同年10月っていうのは吉本に所属して、あ、1年目になって10月、はい、詳しすぎるんじゃないですか。何月まで書かれる、はい、なかなかないですよ、こんな、はい、お、桜マンション解散しました。そう、月日は流れて2020年2月2日に韓国人芸人のイ・ウンジさんとスマイルチョンサを結成し、同時期に YouTube チャンネルを開設しました。わお、私の名前出た。はい、できました。もう完全にもうしっかりとコンビ結成日まで書いてくださってますよね、この方。はい、やばいね。やばいですね。まあ、ちょっと補足なんですけど、この1個前に、鎌倉クラーケンというコンビを組んでました、ね。あったよね。あったよね。そう、最初出会った時にはまだそのコンビだったんですけど。はいはい、そうなんですよ。飛ばされました。息が甘くて。ないようなものなんですね。特にエピソードがなかったんでしょうか。どんだけ言われました。はい、それぞれ好きな言葉、スマイル、笑顔と、チョンサ、天使をくっつけたコンビ名です。あ、よく調べてくださってますね。動画を見たんでしょう。ありがとうございます。主にお二人が好きな日本ドラマや韓国についての漫才を披露しています。おお、まあ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 、まだね、そこまでネタを公開してないから、公開してないですね。そこまで肯定も否定もできないような情報なんですけれども、まあでもその公開したやつが日本のドラマと韓国についてですね。まあね、あながち間違ってはないですね。はい、しかも田中さんが所属してる韓国語会話部の部長でもあるのです。おーおーおー、はい、どこまで調べてるんですか。よく調べてくださってますね。ちょっと今宣伝になりましたね。はい、部長さん。ちょっとした宣伝。そういう部活があるんですね。はい、そしてそこが出会いですからね。
生粋の韓国人なのでとても重宝されているようです。生粋の韓国人っていう表現久しぶりに聞いた。しかも吉本で一人だけですよね。今は多分ね、完全に韓国生まれ育ちで活動してるのは私ぐらいじゃない？はい、そうなんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。そして同年12月下旬には動画2分39秒からコンビ名スマイル JK に改名しました。あちょっと待ってください。これあの YouTube にそうです、ね、ご報告っていうあのコンビ名改名の動画を上げて、はい、上げたんですけど、その動画の何分何秒まで丁寧に書いてくださったっていうことなんですね、はい、素晴らしい。そうですね、ありがとうございます。ちなみに JK とは女子高生ではなく J イコールジャパン、 K イコールコリア、それぞれの頭文字から取っています。おお、丁寧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 。いまだに何か女子高生いじりめっちゃされる。私もです。私も言われます。言ったのに、まあ、書いたのに、うん、でもまあそういうとこ狙ってるところもありますけど、うん、はい、はい、田中あかねの年齢は、年齢、はい、田中さんは1997年2月22日生まれで、そうです、2021年1月現在で23歳です。そうそうそう、そうです。でもあと1ヶ月でさ24歳になります。あっという間や。そしてイさんは東京イさんちょっと待ってちょっと待って言ったことないですよ。イさんってイさんって何ですか。イさんって呼ばれたことほぼない。いやバイト先のなんか店長とか仲間がイさんイさん言ってるぐらい。そうなんですか。普通はなんかイさんって言われないです。せめてイさんじゃなくてイウンジさんかウンジさんかどっちかにしてくださいよ。はい、ちょっとなんか嫌かしかないですから。東京 NSC16 期生で田中さんとは一回りも年が離れている大先輩です。でも私の個人情報も完全にバラされてないので田中さんもお若いですが、イさんもイさんもイさんみたいですね。イさんイさんってドラマあるよね。あ、ありますね。そう、イさんも30代には見えず若々しいですね。ありがとうございます。これはもうみんなに言われてます。わうでしょ。ムンジさんはもう30代には見えません。永遠の20歳です。びっくりしちゃいます。ちょっと肌は言い過ぎなんですけど、そういうあの心で生きていけば大事です、ね、そう若々しく生きていけますよっていうことです。あ、それが美の秘訣なんですね。違います。違うんですか。何なんでしょうこの見た目の若さは。単純になんかあれだよ、あの生まれた時から顔が変わってないだけだよ。怖いですね、見た目です。はい、そして、そう、桜マンション時代に M1 に出場の際は生年月日を公開していました。しかしスマイルジョンさん現スマイル JK として活動を開始した頃から生年月日は表記されなくなっていました。えそこら辺の境界線は何か2人の間で規制ができたのでしょうか。別に私たちはこれ決めてない。何もしてない。出してますよね。そうそうそう、 M1 の、うん、あのあれサイトのやり方が変わっただけなんですね。そうだと思います。そうそうそう、私たち何も別に普通に書いて出してますよ、はい、こんなに堂々とさYouTube で寝て言ってるのにここでは言わないとか、はい、少ないです。そして最後に、うん、田中茜の出身地は私の個人の YouTube チャンネルの自己紹介動画、うん、0分27秒から分かるように田中さんの出身地は神奈川県です。はい、しかし生まれは千葉県で、私のツイートを引用して、うん、千葉の祖父から連絡来た、今電気がついたみたい、でも大丈夫ではない、早く全ての地域の停電が復旧しますよね。ああいう時期あったよね。はい、2019年、うん、そうですね、ツイートしましたよ。もう何日間か連絡が取れなくて、ああそれは結構心配だった、ね、はい、すごく心配で、おなんかどうやらおじい様は千葉県に居住地があるので田中さんのお母様は里帰り出産をしたと思われます。里帰り出産をしたと思われます。お母さんの情報じゃないですかこれ。なんでお母さんの出産の情報まで書かれるんですかって。いいんですよ別に、そんな推測まで。まあ、まあ、そうですけど、そうですね、成人をしても家族のことを心配してる姿はとても好意的ですね、はい、で終わりで終わりですね。おー
おお、なんかちょっとさ、はい、もっとなんかこういう感じで終わらないと私は思ってたけど、どうやって終わるんですかね、わかんない、なんかでもなんかプロフィールってなったらこういう感じじゃなさそうだけどウィキペディアだったら、あの出演作とか書いてありますよね。あー、なんかまとめみたいな感じで、はい、まとめて何々にして、本出したら本の名前しとか、だからなんか終わり方がさ、はい、終わったような感じがしない終わり方なんだよね。それもありがたいですね。そう、まあ結局さ、はい、なんか一応こういうのができたっていうことは、はい、その分なんか注目してくださる方が増えたってことだから、はい、とてもありがたいことですよね。ありがたいです。ちなみに他局とかにモノマネについてとか書かれたりしてる？ ありましたね。なんて書かれた？ありがたいことに、うん、また田中さんはテレビドラマをよく視聴し、大好きな女優さんである深田恭子さんのモノマネをしています。おうおう、深田さん独特のイントネーションや声の高さはそっくりですね。ありがとうございます。見た目は置いておいて、おいおいおい、なんだよそっくりですねって言った後なんなんだよ。仕草や話し方などをかなり研究していることが伺えます。その通りですけども、見た目は置いといてって結構余計なことやって、余計な仕事を書いてここで見た目の評価だよ。でもありがとうございます。美味しいです。美味しいです。嬉しい、いじっていただいて。この方本当にあの赤根さんの研究をここまで進んでください。そうですね、私が深キャンの研究をしているのと同じように嬉しい。本当にありがとうございます。はい、なんかいつかは、まあ、スマイル JK の研究もお願いします。ここでちょっとされてるけど。まあそうですね。はい、モノマネは結構叩かれやすいですが、ファンの方も似てる、面白いと寛大な心で絶賛しています。ありがとうございます。優しいですよね。本当に優しい。本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。私たちの動画を見てくれている方、はい、本当に優しいです。今後もだからこうやって動画見て分析もしてくださるから、動画ももっともっと頑張って撮っていきたいです。ですね。そうですね。じゃあ、はい、以上今日の動画はここまでです。皆さんありがとうございました。見てくださってよかったらチャンネル登録、グッドボタン、ワウ、よろしくお願いします。お願いします。